こちらでキーノートの谷合様のご紹介をさせていただきます谷井博樹2016年に Python と出会いデータ分析に目覚めるその2年後に Python で理解する統計解析の基礎を出版2000年に将棋のプロ棋士になり現在は東京大学情報,情報理工学研究科の博士課程にも席を置く「楽しいことを全力で」をモットーに「 今日もまた好奇心を満たす旅に出る。それでは谷合様を拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。あもういいですか。すみません。<laughs> はい。はいえっ、ー、とありがとうございます。谷合弘紀です。 えーと将棋とパイソンの素敵な出会いというタイトルで発表させていただきます。えー、パイコン j p 昨年は柴先生がコンピューター将棋についてお話しされていて、2年連続、キーノートが将棋に関する話題みたいですね。えーまあ、このままパイソン会界に将棋ブームを引き起こそうというのが私の講演の趣旨になります。はいえー、とまずは自己紹介からさせてください。 谷内博樹です、えー。ネットなんか GitHub とかカグルとかそういう諸々はニュー MTL っていうアカウントで活動をしています。で将棋は職業は将棋のプロ棋士です。で東京大学大学院情報理工学系研究科の学生課程にも在籍しています。で、えー、将棋の棋になるとありがたいことにウィキペディアにページ作ってもらえる慣習があるんですけどその人物の欄には酒好きと書かれてしまっています。 あと,あとは、えーそうですねまあ、昨年プロ棋士になったばっかりなんですけど、まあ、今年は結構活動の幅も広げたいなと思っていろいろ YouTube にも何本か出させてもらっていて、まあ、YouTube で探してもらえると8本ほど動画が上がってるはずです。でこの左下のやつがと私が作った将棋 AI を、えーとまあ、戦わせて、まあ、それを大盤解説するっていう動画 になっています。まあこれについてまた後でお話しさせていただきたいなと思います。で、あと右下の Python で理解する統計解析の基礎という本も書いています。で、まあさっきなんでちょっとお酒の話出したかっていうと、まあ私が Python 始めたのは結構お酒のつながりが大きいからですね。で、えー、まあ Python 始めた経緯遡ると、まあ大体2013年頃になって、でその頃に木のなめ方先生という方に えー、将棋を教わり始めたことが、まあ、そもそものきっかけです。で、当時、A 級のプロ棋士で、バリバリのトップ棋士の一人だったんですけど。で、なめかた先生。将棋はもちろん、尊敬している方なんですけど、も、ま、う、あ、お酒の面でも、すごい尊敬している方で。まあ、とにかく、な、飲み仲間が多くいらっしゃって、まあ、いろんな方に慕われているような方です。で、まあ、その、み、仲間の一人が、辻貧吾先生で、まあ、この会場にもいらっしゃるんですけど。 えーとまあ、パイコン JP に参加されてる方だと、まあ、知ってる方多いのかなと思うんですけど、まあ、この「Python スタートブック」という本だったり、まあ、他にも Python の本書かれていてあと東大の特任准教授の方ですね。でまあか方先生と辻さんとは、えー、飲み屋で知り合ってそのまま一気投合したって聞いててまあそんだけ。 かた、まあ、先生そんなに好きなのにさっきちょっとウィキペディア探したらかた先生のページでは全く酒でページ内検索しても引っかからなかったんでなんで私のところで引っかかるのかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、そんなこんなでかた、まあ、先生がその東大つながりで私と辻先生を一緒に飲み会に誘って下さることがあってで、まあ、それがちょうど2016年頃でした。 でまあ、それまで私全く Python について触ったことなかったんですけど、まあ、せっかくそういう辻さんのような方とお会いできる機会があるなら、まあ、ちゃんと Python を勉強してから飲み会に行こうと思ってで Python の本を読んだり、まあ、ウェブでちょっといろいろ調べて勉強してから飲み会に行きました、まあ、そういった姿勢を気に入ってくださったのか何なのかはよく分かんないんですけど、まあ、それをきっかけに Python の仕事を辻さんからもらえるようになって、まあ、そこからデータ分析など まあ実際のデータに触れながら、えー、と Python で学ぶってことを、まあ、2016年頃から始めましたで、まあ、それどんどんこなしていくと、まあ、2017年頃に今度はディープラーニングとかにも触れ始めるようになって、まあ、この頃から本格的に機械学習とかそういったものに興味を持ち始めますでまあそういったこともあって、えーとまあ、そういった機械学習とか統計とかもやり始めたので まあそのま,ま辻さんからじゃあ今度は Python で本を書かないかというお話を頂い,いてで Python で理解する統計解析の基礎という本を2018年に書きました、まあ、それ以降も Python 使って機械学習とか使っていろいろ戯れてる日々ですで、えーまあ、今まで Python とか結構作ってきたものは基本的に GitHub に全部アップロードしてますこのトップページにピン止めしてあるやつは全部、えー、と Python のプロジェクトですね まあせっかくなので、ちょっとこのプロジェクトたちと照らし合わせながら少しお話を進めていこうかなと思います。で先ほどから何度か紹介させていただいてますが、まず Python で理解する統計解析の基礎。まあ、この本は大学1、2年で学ぶような教養レベルの統計学を Python を使って学ぼうぜみたいな、まあ、そんなノリの本です。えー、っと まあ内容としては平均とか分散とかまあそういった初歩的なところから始まって最終的に統計的推定とか仮説検定とか回帰分析とかまあそういうところまでカバーしています。でまあ、えー、そうですね中身としては Jupyter ーノートブック使ってパンダスとかでデータいじりながらマットプロットリブで可視化しながら学ぶことでそのよ教科書とかよりもより直感的に理解を促す狙いの本でした。でまあ 結構、まあ、頑張って書いたとはいえ Python 始めてからまだ2年ぐらいでしたし、えっとまあ、大学院修士の学生が書いたってこともあって、まあ、あまり売れないだろうなと思ってたんですけど、まあ、増刷もかかったり翻訳もされたり結構思ったより売れてうれしかったです。まあ、あととととちょっとエピソード的なことを言うと 私、プロ棋士になったのは去年の4月なんですけど、ちょうどその直後ぐらいに増刷がかかったりして、たぶん、将棋関係の方がお祝いで買ってくださったんだろうなと思うんですけど、たぶん、将棋関係の人、そんなに内容に興味もないだろうに、あ,ありがたいというか、温かい業界だなと思いました。で、まあ,あ、ちょっと文字潰れてるんですけど、この表紙の上の方に実は、PythonMas シリーズって書いてあって、シリーズの実は、本当は続編があったりなかったり、ちょっとどうなったのか分かんないです。もう はい、で次がディープラーニングの話で、えーまあ、2017年頃まあディープラーニングといえば結構やっぱ東大の松尾犬っていうがまがすごい人気で,でやっぱ東大内の,その松尾犬のやってる講義もめちゃくちゃ人気で、えー、とすごい大きな教室に人がいっぱい埋まるぐらいでした。でまあ、確かなんですけどその その人数制限かけるために最初にナムパイの試験があってそれに通らないと受講できないみたいな,なんかそのぐらいの人気の講義でしたでもそれで本格的にディープラーニング学び始めたんですけどえとその授業はまあ1年あって前期の授業はハンズオンで CNN とかで MNIST 99%目指そうぜみたいなそういうものとか RNN で自然言語将理やるみたいなまあそういった基礎的な内容で,で後期の授業が なんか4人一組ぐらいのチームを作ってディープラーニングでプロジェクトを使って完成させて発表しようみたいなそういったものになってました。でその時作ったのがこの赤丸で囲っている KerasFaceNet ってやつで、えっと、iPhone で動く顔認証アプリみたいのを作って、えっと、発表しました。えー、で、まあ、ちょうどその2017年って FaceID が実装されるかされないかあたりの時の話で。 我々の作ったやつもそれなりの精度だったんですけど結構誤認証とかもあったりしてなんかあんま実用的じゃないなとか思ってたんですけど実際その iPhone に載ったフェイス ID やってみるとすごい精度で、まあ、本物はすごいなって思ったりしました、まあ、実際その私たちがやったのは RGB ベースで iPhone のやつは赤外線ベースで、まあ、結構アルゴリズム自体が違うことがまあ精度が大きく異なる原因だったと思うんですけど。 まあそんなことは松尾県で学びましたでその松尾研の講義を終了した人1年間受けた人は希望制で勉強会に参加できるっていう仕組みになってたんですね。でその勉強会 DLHAX っていうんですけど、まあ、これ、まあ、普通の勉強会のようにそう銀行形式で毎回発表担当の人がいてその発表担当の人が一つディープラーニングの論文を読んで,でそれを発表して スライドにまとめて発表するっていうものだったんですけどさら、まあ、にその d l h a クスではプラスしてそのディープラーニング論文を再現実装してこなきゃいけないっていうものでしたでまあ結構しんどかったんですけど発表担当になった時はまあでもそれで結構力はついたかなと思っていて3回ぐらい発表して、まあ、全部実装したものを GitHub に公開してますで左上のとかものとかは873スターついてるんですけどまあこれちょっと触れますね これベリーバー・デ・ダンス・ナウっていうもので、えっとまあ、簡単に言うとその踊ってる人の映像を入力に、まあ、別の人を踊らせるっていう論文でした。でこの下の図だとそのブルーノ・マーズが踊っててそれをもとに私が踊ってるみたいなもので、まあ、結構エンタメ的要素が強くて発表当時 Twitter とかでもだいぶ話題になったんですけど、まあ、実装が公開されなかったので、まあ、せっかくだからと思って勉強会の題材として使いました。 まあ論文発表されてから比較的すぐに再現実装を公開できたっていうのもあって結構注目されてまあなんかそんなに公開した当初はそこまで誰にも見られないだろうと思ってこの棋譜を多分のリードビンにペタって貼ってたんですけどなんか思っていろんな人に見られてしまってこの踊らされている谷愛が全世界に発信されてしまったっていう <laughs> はいはいじゃあここから まあここまでは私と Python の出会いみたいな話で、まあ、こうやってまあ私が Python のスキルつけてきたっていう話だったんですけど、まあ、ここから、まあ、私将棋のプロキシなんでいよいよ本格的に将棋の話をしていきたいと思います。とまあ、ちょっと最初に将棋,の将棋と AI の関わりについてちょっと話をして後半で私が将棋と Python でやってること、まあ、この下みたいなものをちょっと話していきたいなと思います。 将棋の認知度ってどのぐらいなのかなって、まあ、ちょっと気になるんですけど、まあ、ちょっと正直将棋界にずっと身を置きすぎていて世間一般の将棋の認知度が全くわからないですね。まあ、ググると将棋の,じ将棋の日本の将棋人口って大体600万人ぐらいらしいんですけど、まあ、ここ、えっと、だから20分の1とかですかこの会社にいるのがずっ,っと何人かわからないですけど、まあ、プレー人口この中におそらく。 34人とかぐらいしかいないのかなとか思うんですけどまあでもきっとこの将棋に興味ある人少なくないからこうやってキーノートに呼んでもらえたはずと信じて発表します。でそうですねまあ,まあ将棋界にどっぷり使っている人なりの客観的な意見ではありますけどまあ結構藤井聡太先生のおかげでやっぱりその普段ニュースに取り上げてもらえる機会も増えたのかなと思います。 えとまあ、なかなか局面の内容とかはニュースに取り上げるわけにはいかないんでそのなんか藤井聡太さんがお昼ご飯何食べましたみたいなそういうニュースばっかなんですけど、まあ、それでも結構それで一般の人に表現会について知ってもらえたかなと思ってますし、まあ、あとは「三角のライオン」とか、まあ、そういった将棋を題材にした映画とか漫画とか、まあ、そういったものも増えてきて、まあ、それをきっかけに将棋界について結構知ってくれてる方も多いのかなと思ってます。 あと最後は完全にその個人的な偏見なんですけどエンジニア結構将棋好きなんじゃないかなって思っていてまあなんとなくこうエンジニアツイッターでフォローしたりするとなんかエンジニア関係でフォローしたのに結構将棋のことをつぶやく人とかいたりとかうんまあなんというか結構エンジニアと将棋の将棋とかボードゲームの相性っていいのかなってまあ個人的には思ってます。で まあ、ちょっと将棋のプロ棋士ってどんなものなのかっていうのを説明すると。まあ、将棋のプロ棋士は。えーまあ、主に将棋の対局、将棋を指して。暮らしている人です。将棋対局指すと、対局料っていうのがもらえて。それで、ご飯を食べてます。あとは、その将棋の普及っていうのも、すごい大事な仕事で。まあ、プロ棋士は、まあ、主にこの対局と普及を成り業としている人と言えますね。 でこのプロ棋士は、えっとまあ、1年に4人しかなれなくてどういう仕組みかっていうとその奨励会っていう、まあ、将棋界の養成期間に入ってそこでどんどん勝ち抜いていって最後3段リーグで、えっと、リーグ戦を勝つとプロ棋士になれるっていう仕組みです。でこの奨励会に入る最低ランクが6級なんですけどその6級であってもまあ町ュア3、4段は必要なので入会するのも結構厳しい世界です。 でしかも年齢制限があって26歳までに予断になれないと強制大会という仕組みになっていますで私が昇段したのもちょうど26歳の時でその年齢制限的にぎぎ最後の三段リーグの期でぎりぎ昇段できたできましたはいであと三段リーグ私は17期在籍していて大体8年半三段リーグにいたことになります でまあ、将棋と AI についてなんですけど、まあ、チェスってよく人工知能の症状灰みたいに言われていて、まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、遺,伝学遺伝学とかがこう症状灰をもとにこうどんどん進化してきたように AI っていうのはこうチェスを題材に進化してきたっていう歴史が結構あります。まあチェスほど世界的ではないですけど、まあ、将棋も、まあ、日本の人工知能の研究ではよく将棋題材となっていて将棋であ将棋で 人工知能の研究がどんどん進んできたっていうものがあってその集大成がこの電脳戦というのは将棋のプロ棋士と AI が将棋を戦うイベントのようなもので2012年から2017年年かからにけて開催されましたで結構そのニコニコ生放送とかで放映されて盛り上がってたので多分見た方とかは記憶に新しい方も多いんじゃないかなと思います。 でこの電脳戦結局最後はその当時の名人である佐藤天彦先生が、えっと、AI に敗れたことで終幕してそれでまあ事実上将棋において AI は人間を超えたということになりました、まあ、結構この将棋が将棋でその AI に超えられてしまうっていうのはいつかは起こることっていうのは、まあ、みんな覚悟してたんですけど、まあ、いざそれ起こってしまうと今後棋士という仕事は成り立つんだろうかっていう不安がこう業界内全体を襲いますまあ で天皇、まあ、戦2017年で終わってから4年ぐらい経ちますが、まあ、振り返ってみると結構無用な心配だったかなと思ってます。もちろんその AI によって将棋界っていうのはかなり変化したところも大きいんですけど、まあ、プロ棋士の価値が落ちたとかそういうことは一切ないはずで、まあ、結局のところ人はその人同士が戦っている姿に心惹かれるのかなとか思ったりします。でむしろその AI によって将棋界は盛り上がって いてい、まあ、これはそのアベマでそのアベマの将棋チャンネルではこうライブ放送で対局の様子とか生配信してもらえること結構あるんですけど、まあ、その時こう上のところにのバーに勝率が表示されるんですね。このどののの先生がが今どのぐらいいいいよみたいのが数字に出ますでこれって結構その初心者でも楽しめるようになった。 じゃなないいかなと思っていてこう局面だけ映っていても、まあ、その将棋全然分からない方は楽しめないですけどこの数字があることで今どっちが優勢なんだとかあこうこうその棋士を応援したくなるとか、まあ、そういったなんていうか将棋を見ることの引きが下がったと思っています。 わからないんですけどたまに以後の似たようなライブ放送を見に行くとやっぱりこう AI による評価値が画面に出てるだけでこう情勢が理解できてだいぶ楽しめるみたいなこともあるので多分将棋全然知らない人も似たようなことなのかなと思ってます。で見ている側にとって、まあ、将棋 AI はこう情勢を理解するのにいいすごくいいものだって言ったんですけどじゃあプロ棋士にとってはどうなのかといえば。 まあ一言で言うと、まあ優秀な研究パートナーとして使っている人が多いです。そのもちろん対局の際にその AI を使うのはカンニングでダメなんですけど、その事前準備でめちゃくちゃ使っています。まあ例えばそのこの局面ってどっちがいいんだろうとか、もしこう進んだらどうさせるべきかということは、まあ結構 AI に聞いてその意見を参考にしています。まあ、少し前まだその AI を使わない。 AI を使うことに抵抗があるっていう人も多かったんですけど今では使わない人のほうが少数派でむしろ最近はその事前研究の精度で負けないように少しでもいいいいパソコンを使うみたいな機器も多いです、まあ、例えばここに載っけてる CPU がライ e ンの 3K90X で GPU が NVIDIA の RTX の3090で RAM が 128GB みたいな,なんかそんな構成100万は優位に超えるんですけどこういうパソコンを使ってるっていう人も,もう少なくはないですね。 でえーまあ、じゃあ具体的にプロ棋士は AI をどういうふうに活用しているのかというと、まあ、これはたまにその他の機士に聞くんですけど、まあ、あんまりみんな教えてくれなくて企業秘密って言われちゃうんですけど、まあ、ここに書くのは私の使い方で、まあ、きっと他の方も似たような使い方をしてるんじゃないかなと思ってここに書いてます。でまずその将棋の序盤 まあ序盤って大体最初の局面から40手ぐらい進んだところまでなんですけど、まあ、その辺りまでだと定石って呼ばれる活字も多くあって、まあ、出現すする局面のの分布その通り数みたいいなななそんなに多くないです、まあ、特にそのプロ機器によっては特定の戦法ばっかり指す人っておいっぱいいるので、まあ、その特に事前にあこの局面になりそうだなみたいなことっていうのは結構予想できたりします。 なので事前研究ではまあそういった現れそうな局面における AI の指し手とか方針などを大まかに把握しておいてまあもっと極端なこと言えばもう暗記しておくみたいなことの作業がまあ意外と価値が高かったりしますで。もしそうやって暗記しておいて実践でその通りに進めば対局における持ち時間節約できたりとかリードを奪える,奪える可能性が出てきます。まあ、そういったところで少しでも事前準備で有利にしようという作戦です。で 収集版になっていくとどんどん局面の分布って広くなっていってまあその同じ局面が現れる確率ってどんどん低くなっていくのでそのまあ事前に暗記するみたいなそういった作業は全く無意味になってきてのでまあ結構使い方って難しいんですけど例えばその自分が指した将棋を AI に解析させてでここの局面 ここが良くなかったよ。とかまあ、ここはこうするべきだったよ。みたいなフィードバックを得てまあ、それを反省に活かすみたいな。そういう使い方をしている人が多いのかなと思います。で、ここら辺から徐々に技術的な話に入っていくんですけど。まあ、その今の将棋 ai についてざっくり見ていくとまあ、今使われている手法っていうのは、このアルファベータ4系とあと dlk と呼ばれるまあ、2つの手法がまあ大きく分けるとあります。 でアルファベータ法っていうのは、まあ、将棋 AI でいうとボナンザとか屋根裏王っていうのが有名なんですけど、えーまあ、これまで主流の,主流の手法で、まあ、計算機としては CPU フル活用してめちゃくちゃ高速に読みを進めるっていうやり方です、まあ、一方の DLK はそのディープマインドのアルファゼロあたりから始まったやり方で、まあ、モデルにディープラーニング使っていることから DLK って将棋界ではよく言われてます まあ2年前まだ大して強くなかったんですけどここ12年で大幅に強くなってきている印象です。でープ、ま、ラ、あ、ン DL 系はアルファベータ4に比べるとだいぶ読みの速度遅いんですけど、まあ、局面の評価精度がめちゃくちゃ高いので今アルファベータ4系と結構互角に戦えているっていう現状があります。でこの戦わせると本当に大体た分5分ぐらいでかなり実力結構してて。 なんですけど傾向としてその序盤は DLK が強くて終盤はアルファベータ法が強いみたいな、まあ、それぞれちょっと特徴が出ちゃっているので、まあ、今の機士って一局を通して精度のいい AI の判断をあおりたい時は ECPU と EGPU 揃えなきゃいけなくて、まあ、どん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 機器のパソコンが高価になっていってるっていう、はい、スパイラルに陥ってます。でアルファベータ法による将棋 AI まあ本当にざっくりで、まあ、この図もあまり信用しないでほしいんですけど、まあ、ざっくり説明するとその全ての合法定その局面でその禁じ手じゃない手合法定の可能性をどん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 探索していって、まあ、ある程度の深さまでたどり着いたらその末端局面を評価関数で評価して、まあ、それをルートの局面に戻してきて、まあ、それをルートの局面の評価とするといった、まあ、そういった ながら例です。はい。で、まあ今のハイエンド、まあ例えばちょっとさっき話に出したライゼンのセレットリッパー三 KQ マル X とかだと、だいたい1秒に6000万局面ぐらい読めます。今の証言 AI は。で、その末端の評価精度っていうのは、まあそこまで高くないんですけど、まあ探索局面数1秒間に6000万局面っていう、まあ圧倒的な数で、まあそれをカバーしているイメージです。 でこの探索速度を上げるためにすごいさまざまなアルゴリズムだったりとかもう高速化のエンジニアリングっていうのが駆使されていてそうですね、まあ、将棋 AI 立ち上げてタスクマネージャー見てみるともう綺麗に全てのコアが100%に差し入ってるみたいな、まあ、そういうのが見れて結構面白いです。まあ、それだけフルに活用できるので結構 CPU のベンチマークとかではたまに将棋 AI が使われたりします。で一方の d l 系っていうのは その全ての合法で探索していくっていうよりはその方策ネットワークっていうのが示す良さそうな手を中心にどんどんゲーム機に降りていくイメージです。で、まあ、局面のその末端局面で評価する価値関数ん価値ネットワークはそのさっきのアルファベット法系が使うものとかよりもかなり精度が良くてかなり精度よく評価できるんですけどその代わりその使っているものがディープラーニングなのでその探索速度はそこまで速くない。 ハイエンドの GPU さっき出した3090とかだと大体1秒間に2万ノードぐらいしか読めなくてアルファベータ4のやつと比べると3000分の1ぐらいの速度しか出ませんその3000分の1ぐらいの速度しか出ないんですけど、まあ、実力が欠航してるっていうことは、まあ、かなりその局面の精度評価精度がいいということですねで、まあ、基本的に全部デープラーニングなんでそのモデル部分に関しては Python 使って書けます 最終的には TensorRT とかで推論最適化して C プラに組み込むんですけどその学習部分とかは全部 Python で書けますしあとはその探索と速度がそこまで重視されていないので仮に全て Python で書いたとしてもそこそこ強い表現 AI が作れるっていう時代になってますでこの DLK って基本そのモデルに CNN を使うんですけどちょっと個人的に気になるなって思ってたことがあって CNN 使うっていうのはつまりその盤面全体を 9×9 の画像として見ているですねでそれにそのよくある CNN の 3×3 のコンボをどん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 積み重ねていって特徴量を抽出するっていうやり方なんですけど 3×3 のコンボリューションだとまあ1回に見れる特徴量はこの囲われてる9マスの部分だけで。 まあつまりそのコンボリューション1層だと王様とか金とか銀とかそういう1マスしか動かないやつはまあその枠の中に収まってるんですけどまあ飛車とか角とか香とかそういった飛び駒は1回のコンボリューションでは畳み込めないとか全体の特徴を見ることができないのでまあそれでまあトランスフォーマー使えば1層で全体の特徴を見れるのになって思ってたんですけどまあ意外にもこの将棋 AI でトランスフォーマー作って 使って将棋 AI 作っている人っていうのはいなかったのでこれはなぜなんだろうと気になって作ってみました、まあ、それがこの BATMCTSYouTube っていうリポジトリになります、まあ、気になるから作ってみようってうこれができるのがエンジニアの強みですねでトランスフォーマー基本的に自然言語処理のモデルです トランソーマーのモデルもいろいろあるんですけど今回使ったのはバートと呼ばれるもので,で、まあえー、と自然言語の処理な,自然言語処理なのでその盤面をまず文字列に変換する必要がありますその変換どうしてるかっていうと将棋盤の右上から順々に見ていって今日何もないな何もない何もない何もない,何もないみたいなことをこう81マス走らせてあと将棋って持ち駒社角金銀景玉風の7種類かける1 0 0語で2 2種類あるので、まあ14文字合計の95文字が文字列になって、それをバートに入力するっていう流れです。で、そのバートはその局面における勝率だったりとか、あと差し手を出力する。こういったモデルをバートにやらせます。で、あとその探索分には。 DLK がよく使う MCTS っていうアルゴリズムを使うので、まあ、結局この全体表現,全表現 AI 全体の名前は b ー r t m c t s と名付けてあります。で,そうです、まあ、結構そのディープラーニングとか皆さんご存知であることを前提にどんどん話しちゃってるんですけど自然言語モデルって事前学習がすごい重要って言われていて b ー r t の要はマスクドランゲージモデルと呼ばれるものです。 まあこれ簡単に言うとこう文章を虫食いにしてここの文字には何が入るでしょうみたいなクイズを出すことで大規模な事前学習を可能にするっていうやり方なんですけどまあ同じことをバート m c テスでもできるようなことがしたできるような気がしていてまあそれいわゆるそのこのコマ何でしょうゲームみたいなことをバートにさせてます。こう盤面があってその中の何箇所か,かを隠してこ,のここには何が入るでしょうかっていうのをバートに当てさせるっていうことを訓練することでまあ例えばこう これによって将棋っていうのはお互いに王様が1枚ずつあって角は合計で2枚あってみたいなそういう将棋のルールっていうのを学ばせることができますしまあとこの局面使う局面をその強い人が指した棋譜だったりとか強い AI が指した棋譜によって生成された局面を使えばこ,のこういう形がいい形なんだとかこういう形がそれっぽい形なんだっていうのがバードで学んでくれるだろうと期待してやりました。 まあただこの将棋 AI の世界って今はものすごく良質な教師データがいっぱいあるのでまあ正直この事前学習はあんまり意味なかったなとやってから思っていました、まあ、こういったその事前学習はやっぱりその教師データが少ないタスクだとまあ有力なやり方になってくるかなと思うんですけどまあ教師データがいっぱいあるタスクだとそこまで効果がなかったですでえー まあ、プロ棋士が自分で AI を作るっていうのは、まあ、今までほとんど例がなかったことなので、まあ、せっかくだから強めにアピールしたいなと思っていました、まあ、ただそのプロ棋士自身がプロ棋士自身が公で AI と戦うのは、まあ、日本将棋連盟にダメと言われているのでまあ自ら戦うパフォーマンスはちょっと面倒で、まあ、ちょうどその時、まあ、この頃教育系 YouTuber の呼び名りさんっていう まあ技術系の方だと見てる方も何人かいらっしゃるのかなと思うんですけど呼び乗りさんとコラボする話があってでこの左下にいらっしゃるのがその呼び乗りの匠さんという方なんですけどまあこの方がちょうどアアマチュア段程度の実力を持っていらっしゃるんですねでいい機会だと思ってこの呼び乗りの匠さんに作ったバート MC ですと戦わせてその様子を後ろで 私と料理教室の香川さんの2人で大盤解説するっていう動画を撮りました。まあ自分で言うのもあれなんですけど結構面白いのでぜひ見てください。まあえっと1時間半ぐらいあるんですけど、はい。で、そうですね。まあちょっとエピソード的な話ですけど、まあこの動画撮影日は1ヶ月前ぐらいから決まってたんですけど、まあ全然一向にコードを書く気が。 起きなくて書き始めたのが23日前とかでまあそ,のおそらく2日ぐらいで書ききれるだろうなっていう疑心はあったんですけど、まあ、実際にこうやってみたらそのちゃんと動いたのが撮影の 1, 1時間前とかで、まあ、結構ヒヤヒヤしました、まあ。なんでそんな2日で書ききれると思っていたかというと、まあ、やるべきことは結構分かりきっていて。まあまあ、大まかにこの4ステップで 動きますちなみに全部で書いいてますす量もそんななに多くないで,すで、まあ、これで書き切れるのはその私がスーパープログラマーだからとかじゃなくて、まあ、本当にめちゃくちゃ環境が整備されているからで、まあ、まず GUI 将棋の GUI 部分を書く必要がないっていうのとあと将棋に関するライブラリが充実しているっていうこととあとデータセットがいっぱいあることあと個人的に私が Python 書き慣れてるからという、まあ、そういった要素がありました。 GUI 書かなくていいっていうのはどういうことかっていうと将棋はその GUI 部分とエンジンが分離されていてそのエンジンはプロトコルに準拠した通信さえできればその将棋のゲームみたいなのは簡単に作れますその描写部分は全部 GUI がやってくれるのでその思考の部分だけこっちエンジンで書けばいいというまあだからまあ簡単なんですねでライブラリに関してもえっとまあいろいろあって 特にこの C 将棋っていうのがその将棋に関するライブラリになってます。これは中身はその C プラバックエンドの,その将棋に関するルールとか記述されてるライブラリなんですけどゲー,ムゲーム AI とか書いたことある人だと分かると思うんですけどそのゲーム作る時ってルール書くところが一番面倒くさいんですね。そこいうところも全部このライブラリに任せられるのでそのまあ少ない時間で書ききれたっていう背景があります。 あとハギングフェイスとか PyTorch Lightning とかは、まあ、ディープラーニング触れてる人だと、まあ、おなじみかなと思うんですけどハギングフェイスの Transformers、まあ、ーーっていうライブラリーは、えー、Bird とかのモデルが簡単に使えるようになるライブラリーで PyTorch Lightning ーーっていうのは PyTorch のラッパーで学習コードを数行で書けるよみたいなそういうライブラリーです。でデータセットに関しては、えーとまあ、公開されているんですけど これはえっと今のトップクラスの将棋 AI っていうのは強者りとかではなく、まあ結構強化学習でどんどん強くなっていて、まあその強化学習の過程で自己対局 AI 同士で自己対局するんですですけど、そのログファイルとかがこうを公開してくださっている方がいらっしゃいます。まあその強い AI が指した自己対局のデータなのでめちゃくちゃ良質な教師データです。まあこれがその本当に数億数億局面とか 公開されてるので、まあ、まあこんだけあればモデル雑でもそこそこ強くなるよねみたいなそういう話があ,ありましたので、まあまあ、こういうこともあってさっき言ったその教師なしの事前学習とかが全然意味なかったです。はい、まあせっかくなんで私の Python 環境に普段使ってる Python 環境についても。 ちょっと話しますと開発はだいたい GPU 乗った Ubuntu でやってますエディータは PyCharm です今は結構 VS Code か PyCharm の人が多いのかなって思うんですけどまあんまり下手なこと言うと危ないので <laughs> あとは、えー、と仮想環境仮想環境についてもいろいろあると思うんですけど私はプロ,プロジェクトごとにコンダで仮想環境を切ってます AWS とか GCP とかそういうクラウドでスケールアウトしたかったりとかあと複数人で同じプロジェクトをやるっていう時は Docker で仮想環境を作ったりしてますでプロジェクト構造についてはその機械学習系のプロジェクトだったら大体いつも同じ構造になるので自分用のテンプレートを用意していますでまあコード書くときは大体 JupyterLab で何か適当に書き殴ってある程度まとまったらドッパイにまとめるみたいな、まあ、そういう作業の繰り返しで。 まあここら辺他の人どうされてるのかなって結構気になるのでまあよかったら後でちょっとお話ししたいです、まあ、プロジェクトテンプレート別にまあ皆さん使うかはよく分かんないですけどまあ公開はしてあるんでよかったら見てくださいたい、まあ、そのプロジェクト始める時は私はこのテンプレートをクローンしてそこをまあちょっと書き換えて始めるみたいな,なんかいろいろやってる結果この構造に落ち着きましたまあ まあつまりこういろいろ道具が揃っているというか書き慣れていたのでその2日でまあ,ある程度強い将棋 AI 作れました、まあ、そういう作れる時代ですまあやっぱり大きいのが Python 将棋のライブラリがあってルールのルールの部分を記述する必要がないっていうのとあと GUI 部分書かなくていい、まあ、この2つがかなり大きいですねまあただそのもともとのテーマであったそのトランスフォーマーを使って強くなったのかっていうのは 謎で、まあ、というのも CNN と置き換えた場合とかと比較してないですね、まあ、あとやっぱりその教師データのクオリティがめちゃくちゃクオリティの恩恵が大きいなと思っていて、まあ、正直どんなモデルでも同じような強さになったんじゃないかなって思っていますなんですけど、まあ、実はこの表現にトランスフォーマーを使うことには裏テーマがあって、まあ、トランスフォーマーって、まあ、ご存知の方多いと思うんですけどアテンションレイヤーの集まりですね でその自然言語処理とかではそのアテンションレイヤーの重みを可視化することでモデルのの解釈ってていいうのを試みたりしています、まあ、例えばこの図の例だとその、えっとまあ、ある単語についてモデルが考える時他のどの単語との関連が強いかみたいなことを可視化している例で、まあ、ここには出てないですけど例えば とかそういう指示語があるとそのアテンションはその指示語を指し示す単語に向いてたりします、まあ、こういうのを見るとその結構ブラックボックスな AI っていうものの中身が見れたりするんですけど、まあ、同じように b ー r t m c t s でもこういう可視化やったらどの駒がどの駒に注目してるのかみたいなそういう将棋 AI の思考が見えるんじゃないのかなって思っていました、まあ、これがトランスフォーマー使ったことの裏テーマですでそのアテンションを可視化した結果がこれ でこれはそうです、ねえーまあ、途中のアテンションレイヤーにおけるこの合併力っていう下の真ん中にある王様に対するアテンションの出力になってます。でまあつまりこの自分の玉を見るときにどのあたりに注目すればいいのかっていうのがまあ出力されてると思えばよくて、まあ、この情報って。 正直上級者にとってはもう分かりきっていることで、まあ、ここら辺見ればいいんでしょみたいになるんですけど,ですけど初心者にとっては実は結構有用なガイドなのかなって思っていてその初心者やっぱり将棋何も分かんない人はその自分の王様の周り見る時にどこに注目すればいいんだろうとかそういう手助けの一つになりうるのかなと思ってます、まあ、ちょっとまだこれをどういうふうに使うかっていうのはまだまだ考え中なんですけど、まあ、そのブラックボックスの将棋 AI の可視化という面では まあ一つ面白い方針なのかなと思ってます、まあ、この話は YouTube ではしてなかったので今回が初めて話す情報ですバート MCTSGitHub に公開してあるので、まあ、誰かこういう可視化とかやるかなと思ってたんですけど意外と誰もやらなかったのでここでお話ししましたバー、は、ト、い、MCTS のお話は終わりですでここからはちょっとまた話題が変わって 将棋研究用のツールの話です。で、さっきプロ棋士は偽善研究で ai 使うって言ったんですけど、まあ、主に使うツールはその将棋 ai の他にあと寄付データベースっていうものがあります。まあ、将棋 ai はまこれまで話したように、その gui とエンジン合わせたもので、まあ、ai との対局とか解析とかするときに使うんですけど。 寄譜データベースの方はその関係者のみしか使えないんですけど今までプロ棋士同士がさした寄譜全公式のデータっていうのを検索できるソフトウェアです。でまあプロ棋譜その対局決まった時の流れはだいあいた次の対戦棋士誰々さんかってなってその棋士の最近さした将棋をデータベースで調べてあ,あこういう将棋さしてるんだなって 持って、で、それを AI にかけて、あ、じゃ、あこういうのにしようかなみたいな、なんか、そんな流れで、大体やっています。で、まあ、これらのソフトって、その、今まで、表現に、たずさ、携わって、きてくださった、エンジニアの方々が。開発してきてくれた、まあ、すごい便利なツール、なんですけど、まあ、まだまだ、不便な部分も多くて。まあ、例えば、この寄付データベースって、ユーザーが、練習体力でさした。寄付っていうの、を新たに、自分で追加するってことはできないですし。あと、結構。 AI と寄付データベースの連携って微妙で結構まだそのポチポチ自分で操作しなきゃいけないところがあってなんかもうちょっときれいに連携できたらいいのになとか思ってる部分もあります。まあ、あとその多くのソフトが Windows でしか動かなくてその私ふ普段 Ubuntu で作業してるのに表現のためだけに Windows に切り替えてってわざわざパソコンがデュアルブートになってるんですけどこのためだけに、まあ、なんかめちゃくちゃ不便だなって思って。 まあ不便だなと思ったらやることはただ一つで作ってみようという話です、まあ、まだまだこれ制作途中ではあるんですけど自分用の検討用ツールっていうのを作っていてで、まあ、エレクトロンベースなのでえっ、ー、とうぶん2でもウィンドウズでも動きます、まあ、今の段階ではそのエンジンとの通信とかあとデータベースの連携ぐらいしか実装できてないですけど、まあ、どん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 自分が欲しいと思った機能を作っていく予定ですはい まあエレクトロンって JavaScript なんでちょっと PyConJP で話す話じゃないかもしれないですけどまあ同じスクリプト言語なんで実質 Python かなと思ってますはいまあちょっと短いですけどこれで検討用のツール検討用ツールの話はおしまいで最後にちょっとおまけ的なプロジェクトの話なんですけどえっと機士のプロキシの個性についてまあプロキシって今引退機種も含めるとだいた200人ぐらいいます でやっぱりそれぞれの木にその個性っていうのがあって、まあ、その個性を形作るものって何なのかっていうとまず一つはやっぱり強さその藤井聡太さんみたいにミスが少なくて圧倒的な強さっていうのが、まあ、一つの個性になっている方もいますし、まあ、他にはその将棋って結構最善手これしかないみたいな局面もいっぱいあるんですけどそれ以外で結構その方針が分かれる局面いろいろと手が考えられる局面で、えっとまあ、どういった方針を好むかっていうのがまあ いわゆる寄付って言われる指標になります。まあ、例えばその攻める手も受ける手も考えられる局面で攻める手を転んでする人は攻めの寄付って言われたり、逆の受けを好む人は受けの寄付って呼ばれたりします。あとはプロ基準によっては結構異名がついたりしてるんですけど、まあそういった個性って一体棋のどういった部分 が見てていいるる人にそののの印象を与えているのかっていうのすごい気になるところで、まあ、おそらく寄付に情報は集約されているはずなんですけど寄付、まあのどういう部分にそういう情報があるのかっていうのはそんなに自明ではないですし、まあ、もしそういった寄付から個性っていうのを数値化できれば、まあ、例えばそのプロキシ特定のプロキシを模倣した AI とかも作れるかもしれない、まあ、そういった意味で機種の個性が何かって考えるのは、まあ、面白いテーマの一つです。 でまあ、大したことはやってないんですけどそ,のそれぞれの棋士の棋譜の、まあ、コマ得率とか、まあ、私が考える個性ってこういうところに出るだろうなって思っている特徴量をいくつかピックアップしてでティースニーで二次元に落とし込んでプロットすると、まあ、こんな感じになります。まあ、これその将棋ファンじゃないと全然感動しないと思うんですけど右上の方にこう木村先生とか。 森下先生とか、まあ、いわゆる受けの寄付と言われる方がいらっしゃって左下の方には藤森先生とか中田一颯先生とかそういう攻めの寄付が集まってるんですよ。結構分かる人には感動する結果だと思うんですけどまあやっぱり寄付ってあったんだみたいな,なんかそういう図です。まあ、少しちょっと PyConJP っぽいことを言うとこれはその寄付を SQL でデータベースに保存して、えー、と集計を Pandas でやってで s k l a ンで期限削減して。 合計でインタラクティブ,ティブプロットするっていう、まあ、よくある流れです。Python 便利ですね。はい。で、でまあ、3つ将棋に関するプロジェクトについて見ていただきました。で、BARTMC テストっていうのが将棋トランスフォーマーを使ったらどうなるのかっていうのとあとそのトランスフォーマーを使ったら今までブラ,ックボスブラックボックスだった将棋 AI の中身 解釈性向上できなないいかなっていうののがテーマのプロジェクトでしたで検討用ツールは、まあ、自分ののためのツールです効率的に気力向上できないかなっていう時に考え、まあ、欲しいものを作った結果のツールです。で3つ目が寄付の可視化で攻めの寄付とか受けの寄付数値化したりできるかなというプロジェクトでまあその数値化できればさっき言ったみたいに特定の機器 を模倣する AI 作れたりとか、まあ、あとは将棋盤パワープロみたいな育成ゲーム作れたりするんじゃないかなとか思ってますはい、まあ、徐々にまとめに入っていきますが機士エンジニアとしてやっぱりその一番の強みっていうのは欲しいものを大体作れることですこの技術将棋に応用したらどうなんだろうって思ったら、まあ、すぐに作ってみようってなれる、まあ、これがかなり将棋エン,ジニア機器エンジニアの強みかなと思います そしてやっぱり将棋界と IT 界どちらも分かるこそできることがたくさんあると思っていて、まあ、将棋界に必要とされているものは何かとかそれは IT で,解決 IT で解決できるのかまたもしくは IT で解決できない問題なのか、まあ、そういったこともちゃんと分かりますしまたこういったパイコン j p での発表でこう将棋界の外に将棋を発信することもできます。でそうですね、まあ今まで結構プロ 高校も行かなかったりとか大学も行かなかったり表棋一本という方が多かったんですけど、まあ、ここ最近は大学行く方も増えてきていますし大学院行かれる方もいらっしゃいますどん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 これから機器かける何かみたいな人は増えてくるかなと思っていて まあ例えば、まあ、今もいらっしゃいますけど、まあ、プロキシと語学力を掛け合わせて海外復旧されている方とか、まあ、プロキシで YouTuber されていて YouTube で広くいろんな方に将棋を見てもらうとか、まあ、そういった方ってまあどんどん増えていくのかなと思ってますし私も楽しみなところではあります。で、えー、っとそして、えー、っと将棋と IT のこれからですけど、まあ、将棋は、まあ、AI が人間を超えはしましたけど まだまだ IT で解決できることってあって今まで何回か話しましたけどブラックボックスな将棋 AI の考えを可視化したり言語化するまあこれによって例えば見ている人により見ている人により将棋を分かりやすく伝えることができまあ結構重要な課題かなと思ってますしまあと将棋の研究ツールとか初心者向けの支援ツールみたいなまだ手,で手動で結構ポチポチポキポキやってるところが多いのでまあそういった退屈なことは にやらようみたいな話はありますで、えー、とあと DL 系の台頭で結構 Python 使いも気軽にコンピュータ表現に触れられる時代かなと思っていて、まあ、今までの将棋 AI はその高速化のエンジニアリングとかもう C++ とか書けなきゃ全然話にならなかったですけど今は結構モデルの精度重視の時代になっているのでそのモデルの工夫とか行きやすいですのでかぐるとかなんかそういうハイパラチューニングとか好きな人とか結構楽しめる。 かなと思ってます、まあ、つまりこう Python 使ってなんか面白いことをやりたいなって思ってる人ぜひ将棋を題材にしてみてください。はい、もう最後のページなんですけどこれは宣伝です。で今将棋会館っていうそのプロ棋士の対局でも使う建物があるんですけど、まあ、老朽化もあって現在建て替えプロジェクトが進んでいる最中です。でその資金の一部をクラウドファンディングで集めています。でまあリターンもいろいろあるので、まあ、見るだけだったらただなのでぜひご覧ください。 そしてまあもし今日私の発表が面白いと思ってくださったなら寄付も考えていただければ幸いです。はい発表は以上になります。ありがとうございました。羽谷さん、えー、ご講演ありがとうございました。えー 少し時間が14時半まで時間がありますので残った時間は質疑というふうにさせていただければと思います、えー、質問がある方はですね、えー、とディスコードの方で、えー、と質問を書いていただければ、えー、と私の方であのピックアップして、えー、谷合さんに、えー、と聞いてみようかなと思いますディスコードのチャンネルはですねあのキーノートのキーノートのカテゴリーの中の Day1- 谷合という、えーとあの 基調講演中もえっ、ー、と非常にあの流れが早くてですねあのいろんな感想を書かれたりしまして質疑あればえっ、ー、とお寄せください私が拾いますはいあでえっ、ー、とちょっとこう出てく今パチ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 と質問が交互に来ているような感じですねあ,ありがとうございますあはいじゃあちょっと一個聞いてみたいと思いますえっ、ー、と最後の方のお話かと思うんですけどえっ、ー、と寄付の 特徴量を詳しく知りたいですという質問が来ております。はい。そうですね。まあまず一つはその駒独立。やっぱりその受けのき風の人ってどんどん相手の駒取ってく。 人が多くて攻めの棋風はまあ駒を捨ててでも攻め込むっていう人が多いのでやっぱり駒得率っていうのはその攻めの棋風受けの棋風を決定づける一つの特徴になっているかなと思います。で、まあ、あとはその、まあ、駒をどこに打つかやっぱ受けの人っていうのは結構その自分の人気のところにいっぱい駒を打つ傾向にあってだから棋銀に駒を打った率とかあとは逆に攻めの人は敵銀に駒を打ったり打った率が高いみたいな、まあ、そういった情報を使って えと特許を取っていまますすありがとうございます、えー、と続々と質問が来ていましてなるべく聞いていければと思っておりまして、えー、と続いて質問でちょっと本当流れが速くて私も慣れてなくてすいません、えー、とトランスフォーマーの出力層は指してすべてのクラスでしょうか生成モデルとして XY 座標とコマを順番に生成しているんでしょうかという、えー、と質問です。 えっと、考えられるさして全てですねので、えっと、出力するものの中には、えっと、その局面の合法性じゃないものも含まれてしまいます、まあ、ただその合法性じゃないものは、えっと、その後の処理で、えっと、合法書じゃないよって言って切り落とされるので そのが結果として出力されることはないです。まあ、あと、多分、モデル学習している時点で、その。っていうのは、多分、モデルがちゃんと学んでくれてると思うので。金利手が出力される可能性というのは、限りなく低いとは思ってます。ありがとうございます。あとは、えっ、ー、と。また、ちょっと順番に拾ってみようかなと思ってて、すみません。あの、えっ、ー、と。ちょっと、ディスコードの流れとしては、戻るんですけど。えっ、ー、と。 棋士の活動と大学院の研究どうやって両立されているんでしょう凡人には時間がどれだけあっても足りないように思いましたという、えーとまあ、ごちょっとご感想かもしれないですがありまして何かっ、えー、と一言メッセージいただければと思います <laughs> ま正直、まあ、大学院に在籍はしてるんですけどちゃんと研究しているかと言われるとかなり微妙なところで、まあえーとまあ、ここ12年は将棋の活動がかなりメインになってます。 でプラスして、まあ、エンジニアとして何かできることはないかなと思って、まあ今日ご紹介したようなもろもろをやってたりするので、まあ、あまりその大学院の方に時間が割けているかと言われると、まあ、微妙なところで、まあ、両立しているかと言われると、まあ、あまりはいとは答えたくないです。はいうなんです、ね <laughs> なるほどはい、じゃあ続いて、えっと、また別のご質問で、えー「将棋 AI の開発はどの界隈で活発なんでしょう?」。 日本だけでしょうかそれとも海外もでしょうかとか、えー、と民間やだったりアカデミアだったりみたいな VS って書かれてますけどそういうなんか対立構造みたいなのがあったりするのかとか将棋界だけなのか IT 業界も含むのかなどですね、えー、と学会やコミュニティみたいなものはその将棋 AI の開発でありますかっていうようなことも聞かれています。はいとまあ、ほとんどの将棋 AI 開発者は 個人開発者で趣味として開発してくださっている方がほとんどです。で、まあ、ほとんどのソースコードはオープンソースになっていて皆オープンソースにコミットしながらちょっとずつアイディアを出しながら工夫して強くなってるっていう感じで、まあ、ただその年に1回年に一2回将棋 AI のトーナメントみたいなのもあるのでそこに向けて競い合ってる。 という現状で、えっとまあ日本以外だと、まあ一応そのディープマインドのアルファゼロとかも将棋をターゲットにしていたので、まあその海外でもその一応将棋 AI を作るっていう人はいます。あとはその民間の企業とかだとヒーローズさんっていう会社はその将棋オーズっていう将棋のアプリ開発されてるところなんですけど、まあそこは結構その将棋 の A. I. を開発するエンジニアさんとか集まっていて。まあ、多分企業、そのヒーローズさんも支援して、将棋 A. I. 開発されているのかなと思います。はい、あと何かありましたっけ。はい、あ、えっ、ー、と。いえ、ありがとうございます。あ、えっ、ー、と、あと民間バーサスアカデミアみたいなところって何かありますか。ああ、あんまりないかなと。まあ、そうですね。結構。うん、まあ、将棋 A. I. 強くするっていうことに関して。 研究アカデミア的なところにあんまりもう面白みはあんまり残ってないのかなと思って、まあどちらかというと結構エンジニアリングその高速化のところでどんどん強くなっているので、まあそんなにその国内の研究会とかで将棋に関するものはあんまり見ないかなと思います。ありがとうございます。この質問ですとあの学会やコミュニティみたいなのはありますかっていう部分はあの年に一度のえっ、ー、と,とあそうですねその将棋 AI のトーナメントがあるので。 そそこがが学会みたいいなううですすねありがとうございますで時間も、えー、っとあと5分くらいですのでちょっと全部聞ききれないかもしれないなと思っていてあの皆さんディスコードの方であの、えーっと「サムズアップ」い「いいね」していただいてそれが多いやつから私が優先してピックアップしようと思います。で、えー、っと次の質問なんですけれども、えー、っとこれも寄風のやつですかね藤井三冠や豊島竜王渡辺名人を特徴量で見てみるとどの辺りにいるのですかという質問です。 すみません、探さなかったんで、わからないです。<laughs> いや、でも、これ、気になるところですね。あの、まあ、そんなに、その、はい、攻めとか受けに偏ってるっていう傾向ではなかった気がしますね。すみません、ちゃんと見てないんで、わからないです。ありがとうございます。えー、次は、えー、っと。もう一個ですね。今回の発表にて、主に、パイトーチをメインに、モデル開発などを進められていると思うのですが。 データ加工などの準備も含めてよく使うライブラリや最近知った便利なライブラリなどあれば教えていただきたいですまあでも p y t o ディープラーニング系を書くきは PyTorch しか使ってなくてでまあちょっとその発表の中でも紹介しましたけど PyTorch Lightning っていう PyTorch のラッパーで大体学習コードを書いてます。なんかそんなに 変なライブラリとかは使ってなくて、そうですね、最近知った便利なライブラリなどありますかっていうのが、今の質問の一部でありましたけど、何か、まあ、お前たるものありますかすぐには思い浮かばないんで、い,います。<laughs> なるほど、なんかこう、先ほどのプロジェクトのテンプレートの話もありましたけれども、こうなんていうか、一つの、なんかこう、なんていうんでしょう、こなれたものをお持ちなんだなっていうのが、私の感想です。 あとはもう一問くらいですね、えーっと、じゃあこれにさせていただこうかな、えーっと、質問ですというふうに来ていまして、Python を始められたのは、えー、2016年の飲み会がきっかけかと思いますが、はい、初心者から今の詳しい状態までたどり着く上で、特に効果的だった勉強方法を教えていただけますと幸いです。で、えー、っと将棋 AI を作る上で実践で学んでいったのでしょうか。 不明点はどののようううううにに解消されたででしょうかというふうに聞いておりますそうですそねうん、まあ、結構その目的のない勉強みたいなのが好きじゃないのでその教科書でパイ t h 学ぶみたいのはあまりしなくて、まあ、文法だけ覚えたらあとは実際にその実データを見ながらそのこういうことをしたいんだけどそういう時にどうやればいいんだろうって調べながら学んでいくっていうのがほとんどだったかなと思います。 将棋 AI に関しては、まあまあ、ずっと将棋界にいるというのもあってその将棋 AI の仕組みみたいなのは、まあ、ある程度は分かっていたのでそんなにその新たに将棋 AI の動作原理みたいなのを質問の中で,です、ねえー、と不明点はどのように解消されたのかというのがあったんですけれども,も先ほどの問題に対してこう取り組まれる中で何かう、まあ、そうでうね、まあ、ありましたか。まあ まあ特にディープラーニングを使う将棋 AI というのはその一冊そのディープラーニングで作る将棋 AI みたいな本がマイナビ出版さんの中から出ていてまあその本を見るといいかなと、まあ、大体そのまあここってどうすればいいんだろうみたいなそういう疑問はまあその本を見れば解決できていたかなと思いいいます、はい、あ書籍も挙げててただいてありがとうございます。 では、えっと、そろそろお時間ですので質疑は一旦ここでこれまでさせていただいてで谷合さんはディスコードにもいらっしゃるのでもしよろしければ後ほどまたフィードバックあの感想等を見ていただけたら幸いですかりましたでは、えっと、皆様の質問を書いていただきありがとうございました,また谷合さんも書いていただきありがとうございました時間になりましたので谷合さんによるキーノートを終了したいと思います <laughs> 発表ありがとうございました 参加者の方は、えっ、ー、と、オンイ声の方は、実際拍手をお願いします。また、えっ、ー、と、ディスコードにいらっしゃる方は、あの、えっ、ー、と、八の連打でお願いします。ありがとうございました。で、えっ、ー、と、この後ですね、あの、スポンサーによるスペシャルブースの、えっ、ー、と、紹介。になります。えっ、ー、と、少々お待ちください。 じゃあこちらでえっとじゃあズームの方もあの現地の方も見えるようになりましたのでえっとじゃあ変形さんの方でえっと判断に、えー、30秒でご紹介いただければと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、改めましてパイコン JP2021 にご参加の皆様変形の軍事と申します。 と、ヘンゲは、えっと、B2B のサースプロダクトを開発提供している会社でして、えっと、昨年に引き続き、プラチナスポンサーとして、イベントに参加させていただいております。で、弊社の特徴として、えっと、日本企業なんですが、公用語が英語でして、ブースでは、日本人エンジニアに聞いた、英語の環境で働く苦労ですとか、コツとか、まあ、こんなことがあるよみたいなことも、ご紹介しておりますので、よかったら遊びにいらしてください。あの、もちろん、パイソンのお話も大歓迎です。 今年もス,ポンス,あのスタンプラリーに参加しておりますので、あのオリジナルグッズゲットしたいという方もお待ちしております。それでは2日間よろしくお願いいたします。ヘンギでした。ありがとうございます。では続いてチュラデータさんよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。チュラデータ株式会社です。 えっと、チュラレーターはですね、沖縄、沖縄にですね、最高に面白い仕事を作る IT ベンチャー企業です。はい。チュラレーターはですね、ブースで何やってるかと言いますとです、ね、まあ、すごいシンプルで、とにかく社員がいるので、ブースでチュラレーターの社員とお話をしましょう。あの、 チュラレータって何やってる会社なんですかとか、どんな人募集してるんですかとか、あとなんか Python でこんなこと困ってるんですけど、みたいな話でも。まあ、はたまた、あの、沖縄での暮らしってどんな感じなんですかみたいな話でも何でもいいので、あの、ぜひチュラレータのブースに来てお話をしましょう。また明日はですね、明日のその15時半からっていう、 時間にですね、あの弊社のデータアナリストがですね、数学の話をしてくれるというあの企画もご用意しておりますので、数学とか興味ある方はぜひ明日この時間ブースまでお越しいただければと思います。はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、では日本マイクロソフトさんお願いします。はい、初めまして日本マイクロソフトです。えっとマイクロソフトではえっと今 ブースでは、えっと、今デモをちょうど実施させていただいていたり、えっと、他にも、あの、明日のオープニングビデオで、グイドバンロスサムスのビデオ、あの、放映させていただくんですけれども。まあ、そういった時の裏話であったりとかも、えっと、お話しさせていただいたりしております。あの、ブースでは、あの、基本的に、あの、どんな質問でも、あの、構いませんので、皆様の、あの。来てくださることをすごく、あの、楽しみにしております。それでは、二日間、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。 日本システム技研さん、お願いします。はい、えー、今年もゴールドスポンサーでやらさせていただいています。えー、長野から IT を盛り上げたい日本システム技研と申します。えー、と弊社では、えーと、募集、社員を募集しておりまして、えー、U ターン、I ターン、大歓迎です。えー、と長野県から IT を盛り上げたたい、い発信したい方はぜひ、 日本システム機器のブースへお越しください。オリジナルグッズとかもありますので、ぜひ合い言葉をお聞きください。お願いします。システム機関さん、あり、ありがとうございます。あ、では JX 通信社さん、よろしくお願いします。あ、はい。ジェ通信社です。えっと、僕らの、えっと、ブースでは、あの、アイフンを使った、まあ、ミニゲームを用意しておりまして。 で今回あの、ターミナルで、お使いのターミナルで完結する形式にしてますんで、もしあの手持ちの HTTP クライアントあれば、持ち寄っていただければと思います。参加方法などは、あのブースであの画面共有で公開してますんで、ぜひお越しいただければと思います。採用方法うもやってるので、ぜひ、えっと、よろしくお願いします。はい、以上です。JXC 社さん、ありがとうございます。 では次は Slack クテクノロジーズ LLC さんよろしくお願いしますはいこんにちは今年から初めてスポンサーさせていただいている Slack の世良と申します Slack からは1点だけあのこちらにスライドに出ているボルトというフレームワークの名前をぜひ覚えて書いていただければと思いますボルトを使うとインタラクティブな Slack 連携を簡単に作れますそして実はですねこの Python バージョンを私が大部分を作りましたんでそれについて聞いてみたいことがある方はぜひブースでお話しできればと思います またこのちょっといろいろリンクがありますけども、これもブースにチャットに貼っておきましたので、ぜひアクセスしてみてください。以上です。よろしくお願いします。スラック的のおじさん、ありがとうございます。では、えー、株式会社アイリッチさん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。株式会社アイリッチです。弊社のブースでは日常業務の中で得られた Python の活用事例と、あとは弊社の自社サービスであるファンシップについての紹介記事を掲載しています。 具体的には今、スライダーに移していただいている愛される仕組みを作るファン育成プラットフォームファンシップ、ガキメトリックス築地レポート自動生成、ジャンゴレスタフレームワークもう一度意識しようクエリセットの評価タイミング、あとはテレワーク環境下でのコミュニケーション促進ツールチャットスケジューラーという4つの記事を掲載,させて掲載しています。興味をお持ちくださいましたらぜひ一同弊社とースまで足を運んでいただければと思います。それでは2日間よろしくお願いいたします。はいはい アリスさん、ありがとうございました。それでは、次は、えっと、ウェット株式会社さん、よろしくお願いします。はい、えー、ウェットのタンと申します。えっと。<laughs> 大丈夫です、ね、えっと、僕らは、あの、レシート買い取り、アプリのワンっていうのを作っていて。えっと。まあ、一億枚以上のレシートデータが集まっています。 でそのレシートのデータをどうやってあのオシアルしてあのデータ化していくかっていうところに結構 Python を使っていて結構泥臭いこともいろいろやってるんでその裏側どうやってるのかっていう具体的な方法とかっていうのをお伝えしたいなと思ってますあの気軽に遊びに来てください待ってますウェット株式会社さんありがとうございました。 有限会社クルスガーデンさんさんよろしくお願いします。皆さんこんにちはクルスガーデンさんの山口です。今年からゴールドスポンサーをさせていただいています。クルスガーデンさんはまあ自動運転とかまあ AI に関わる事や研究開発しているベンチャー企業です。あまあ先ほど動画で流れましたあのハブとかもそういうのの一つなんですけど、まあそういったものあのまあ Python を使って作っている部分も多々あるので、まあそういったところをどういうふうにやっているのかなっていうのを聞きたい方はですねぜひお越しください。 その他にも、まあ、転職の相談なりとか、そういうのも全然オッケーです。薄で待ってます。クルーザーゼンサーさん、ありがとうございました。<laughs> じゃ、次は、えっ、ー、と、フィグニー株式会社さん、よろしくお願いします。はい、えー、フィグニ、フィグニ株式会社の小林です。えー、弊社は、えっ、ー、と、バーチャルとリアルの境界線がない世界をというミッションで、えっ、ー、と。 活動をしています主にウェブアプリとかモバイルアプリとかあとは 3DCG XR をしに開発をしていますえ Python で Python で主に Dango とか Dango Desktop Framework を用いた開発を行っていますのでぜひ興味がある方は一緒にお話ししましょう、はい、よろしくお願いしますいずみ株式会社さんありがとうございますじゃあ次株式会社ユーザーベースさんよろしくお願いしますはい、株式会社ユーザーベースのガオです ユーザーベースは経済情報で世界を変えるをミッションとしている会社です。今回のブースでは会社紹介だったり、開発チームの紹介だったり、あと機械学習業務の紹介と、開発チームで実践していますフェアプロだったり、テストコード開発の実演をしますので、ぜひお越しください。ユーザーベースさん、ありがとうございました。 では、えっ、ー、とジョンソンジョンソン日本法人グループさんよろしくお願いします。はい、えー、ジョンソンジョンソンの山田と申します。皆さんよろしくお願いします。あのジョンソンジョンソンっていうと多分なんか最初に出てくるイメージでバンドエイドとかリステリンとかそういうあのまあ消費財メーカーというイメージかなと思うんですけど、あの実はえっ、ー、とそういったものって売上で言うと四分の一もないぐらいで。 本当はお医者さん向けに薬作ったり、えー、イントを作ったり、えー、あるいは人工関節みたいなものを作ったりしてるメーカーだったりしますではあの我々のブースではあのそれだけいろんな授業領域があるのでどういうところで Python が使われたりあるいはその先データの分析をしたりみたいなことをやっているのかっていう事例をあのより具体的に紹介できたらなと思っていますのでちょっとでもあのその先 Python を使って何ができるかみたいなことに興味がある方は あの来ていただければと思います。今年もスタンプラリーやってますのでよろしくお願いします。ジョンソン＆ジョンソン日本法人さん、イングルールさんありがとうございました。はい、こちらでえっ、ー、と本日のえっ、ー、とスポンサーブース紹介の方はえっ、ー、と終了させていただきます。えーえー、皆さんありがとうございます。まずあのセールブースの方にぜひえっ、ー、と向かあの行ってみてください。よろしくお願いします。じゃあ、えー、こちらでブース紹介を終了します。ありがとうございました。